風邪薬で依存症になるの。精神科医カバ最初のカバチャンネル、今日は質問をいただきました。 HN さん、45歳女性。風邪でもないのに調子が悪いと風邪薬を服用しています。そうすると気分も良くなり、調子が一時的にも良くなります。良くないと分かっていますが、抗うつ薬より効果があるように感じます。最近はサイレースとメイラックスを服用しています。安定剤と睡眠剤ですね。はっきり言って風邪薬依存症ですね。もうこうなってくるとね、もしくは風邪薬依存症の一歩手前の状態と言ってもいいです。これを続けていくと完全に風邪薬の依存症になります。風邪薬依存症の患者さんいるんですね、結構ね。なぜ風邪薬依存症になるかっていうと、気持ちがいいからです。すっきりするからですね。鎮痛解熱剤というものが入ってますし、あとカフェインが入ってるものもありますね、風邪薬に。あと風邪薬用のドリンクっていうのもあるけど、あれにもカフェインが入っていて、なぜカフェイン入ってるかっていうと元気になるんですよ。そうするにカフェインの効果で元気になってるだけなのね。皆さんもだからエナジードリンクとか飲んだら元気になるじゃないですか、一時的に。それと同じですね、風邪薬もね。あと鎮痛解熱剤、痛み止めですね、分かりやすく言うとね、痛み止めの成分が入っておりますので、なんとなくこう具合が悪いものがスッキリするわけですね。なので感受性があるんですけども、普通に風邪薬飲んでもそんなのないよっていう人も多分いると思うし、飲むとすごいスッキリするっていう方もいらっしゃると思うんですけども、これ良くないのでやめてください。やめられなくなります、はっきり言って。風邪薬とかってその辺の薬局で売ってますから。例えば睡眠薬の依存症って言っても、睡眠薬って売ってるやつもあるんだけど、売ってるやつすごい高いので毎日何錠も飲むことできないんですよ。睡眠薬何千もしますので、もし本当に最悪で依存症になるとしたら何万円も多分払わないといけなくなるので、なかなかあれなんですけど、風邪薬っていうのはそんなに高くないし、どこの薬局でも売ってますので簡単に買えちゃうので癖になりやすいんですね。あと頭痛薬もそうですね、セデスですね。セデスも飲んでスッキリするんですよ。なのでそこでセデスで依存症の方もいらっしゃいます。なのでそういうスッキリするための目的として使わないっていうことですね。だから本来の目的以外の、頭痛薬も頭痛がないのに頭痛薬を飲むとそういう依存症になります。風邪でもないのに風邪薬を飲んでいると依存症になります。一旦依存症になるとそう簡単にやめられることができなくなります。なので今そこまでひどくないうちにできるだけ飲まないようにしてほしいなというふうに。つまり薬物依存症、普通のドラッグに対する依存症と全く同じようなことが起こります。なったらやめられないです。そうそう、なのでならないうちに、今から軽症のうちにきちんとやめてください。一切。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。